皆さん、こんにちは。レクセンリー講師の赤松です。はい、今回は。はい、こちら。赤松式記述山手講座。太郎と花子の事件簿二千二十四。こちらの講座をご紹介させてください。はい、みさん、ご承知の通り。来年から旧式の配点が七十点から百四十点に上がります。 はい。これ皆さん非常に不安に感じられているところではないでしょうか。はい。そこで今回はこちらの、えー、赤間式急通山当て講座。こちらをね、えー、まあ、自信を持ってお勧めしておきます。はい。まずこちらの講座ですが、まずは、えー、本試験の、えー、予想問題を兼ねております。<laughs> ポイント1番。 本試験形式の旧式問題をとことん意識した問題ということで、えー、本試験で出されそうな、えー、問題ですね。で、えー、これもしっかりと分析をしております。過去の本試験でこんな順番で出されてきたから、おそらく今年はこれが出るだろう。そこをきっちり予想して予想問題として作っています。で、えー、ポイント3番にも書いてありますが、 えー、これも本当にですね、まあ、自分で言うのもお,は、えー、お恥ずかしいんですがたくさん論点的中しています、はい、なのでまずこれを予想問題として、えー、役立てていただければ幸いですはいそして、えー、単なる、まあ、予想問題、えー、といってもやはりその本試験に似た雰囲気本試,験、えー、本試験的な感覚で作られている問題 これをぜひ皆さんにやっていただきたいんです。で、本試験を作っているのは実務家です。なので、その本試験に、えー、似た雰囲気、同じような問題を作ろうと思ったら、やはりどうしても実務感覚っていうものが必要になるんです。で、私はもう、えー、実務25年以上やっておりますから、えー、その本試験的な問題を作る、えー、これはもうね、誰にも負けない、えー、自信を持っているところです。はい、まあそういった面でもぜひね、皆さん、えー、本試験の予想問題。 なおかつ単なる予想ではなくて本試験と本当に、えー、同じような雰囲気の問題、まあ、それを解いていただける問題ということでね是非こちらの講座考えてみてください。でレベルとしましては本試験と同等レベルないしは場合によっては本試験よりも若干難しめと思っておいてください。なので、えー、かなり、えー、歯応えがあるそこは覚悟をしておいてくださいはい。 たしですね、えー、この「太郎と花子」これをやっていただいた皆さんからは、えー、本当にたくさんね、えー、ありがたい言葉を頂戴していまして、えー、この「太郎と花子」のおかげでもう気鬱については安心して安心感を持って本試験を臨むことができたこれは本当にねたくさん、あのー、言っていただける言葉なんです。やはり、これだだけ難しいい問題を解いてた。だから、 本試験ではさすがにですね、えー。もう自分はこれだけやってるんだから問題解けるだろう。はい、この太郎と花子をマスターしていただければ、本当にもうそれぐらい自信を持ってね本試験の旧式には望、えー、んでいただけます。はい、これは関西地区では実は私級数、えー、のゼミという形で実施をしています。 でなので関西地区では現場で問題をお配りして解いてもらっているんですけれども、まあそれを全国で通信講座の形で皆さんに提供させていただくというものとなります。不動産登記用商業登記法それぞれ、えー、合計8問ずつ。はい、この講座で不登法8問、商業登記用8問、かつ、えー、本試験 にもうねそっくりの問題それが手に入りますそして実はもうこれ、えー、先行販売されておりますえー、12月冒頭書いてますように15日からね、えー、販売スタートしておりまして、えー、最初の4回分不等法4回とショート法4回これが実は昨年のリバイバルとなっておりますはいなのでもうこれはすでにお申し込みいただければ問題を解いていただくことができます。 はい、ですのでこれについてはもう是早めに申し込みいただいてねどんどん問題に、えー、取り掛かっていってください。でこちらの構図で、えー、と私が、えーまあ、使っていただきたい、えー、方法なんですが確かに予想問題という側面があるんだけどだからといって本試験直前に、えー、予想問題として、まあ、いわゆる初見問題として、えー、やってみるそういった使い方ではなくて。 できるだけ早めにスタートししてほいんですできるだけ早めにスタートしてそして最低でも同じ問題を1回だけではなくてねで3回繰り返してやることで、えー、この問題で出されている、えー、論点はいそれをしっかりとマスターしてほしいということです。まあ3回やるときに、えー、全て詳細にこう答案をね、えー、細かく書く必要まではないです。 1>, まあ、1回目はじっくり解いてで1回目は、ね、難しい問題だから本当に場合によっては2時間3時間、えー、かかるかもしれませんもうそれで結構ですたっぷり時間をかけてまず1回やってみるで2回目解くときにちょっと時間を、ねえー、短くできるかやってみるであと繰り返しやるときは、えー、いわゆる答案構成ぐらいのレベル細かくこう回答まで書く必要はないですけれどももう問題を解いていって事実関係把握してあこれは 1>, えー、1件目でこの東京を書くな2件目でこの東京を書くなっていう感じでね、えー、まあ答案の、えー、詳細までは書か,、えー、書かなくていいからね毎回毎回あのそこまでやってると時間も結構使っちゃいますからその辺は、えー、初めてやるときはちょっと時間たっぷり使って2回目はちょっと時間短縮してであと繰り返してやるときは、えー、問題から事実関係を把握してなすべき投句を、えー、抜き出すことができるかどうか。 まあそういった形でちょっとポイントをね確認していくまあそんな形で使っていただければいいです。ただしイシレンスをやり一回限りではなくて複数回やってほしいということです。そして、えー、この問題で出されているポイント論点それをしっかり身につけて本試験に臨んでいただきたいということ。<laughs> はいそして特に今年は、えー、配点が七十点から百四十点に上がります。 ということは、えー、従来と違って従来は卓一でガバッと稼いで記述は基準点なんとか上回れば合格できましたはい来年からは記述が基準点ギリギリだと厳しいと思っておいてくださいやはり記述の方でもある程度上乗せは必要になってきます、えー、言いかればそこでやはり差がついてくるってことなんですね でそこで差がついてる、えー、くるということはやはり、えー、その気術ばかり練習するわけにもいかないんだけど、まあそうは言ってもある程度やはり対策は必要です。まあそのために、えー、こちらの講座、ベストの講座と、えー、自信を持っております。はい、まあこれは、えー、私なりのね、まあ勝手なまあ考えでありますけれども、こちらの講座、えー、しっかりやっていただいてマスターされた方、はい、そのグループと。 されてないな方このグループがもしいたとしたら私なりの見解ではきっちりマスターしてやっていただいた方はそうでないグループと比べて70点満点でいくと平均点10点ぐらいは上がるんではないかそれぐらい自信を持ってます言い換えれば140点満点になればこのタロハナを全くやってないグループと8問やって でそれをししっかりマスターーたグループ、はい、こちらのグループを比較すると平均点で20点それぐらいは差がつくんではないかはいそれぐらいのしっかりした内容を盛り込んでおります自信を持っておりますはい今年はもう配点が上がるんで是非こちらの構図ですねうまく活用して、ね、なおかつやはり、えー、単に受けるんじゃなくて 繰り返しであってマスターしてください。とにかく。この問題で出されると,ところ、ね。そうすれば必ず技術の得点アップにつながります、ね。今言ったようにやらなかった場合と比べて20点はアップできる。私はもうそれぐらいの自信を持って皆さんにこの講座を提供します。はい。ぜひこちらの講座ですね。はい。えー、まず、本試験の予想問題。 を兼ねてるからまずここからもう本当に本試験の論点バッチリ同じ論点が出る実はそういったことももう多々あるんですそういった意味でも役立ちますそれから仮にそれが出なかったとしても本試験によく似た問題形で問題を作っていますから本試験の本当にすごいいいトレーニングになりますねこれをやることで必ず得点アップにつながりますはいでは、えー、そういった形で皆さんぜひですねこちら えーまあ、もう本試験直前期にはこのタロハナを受けるっていうのね、えー、受験生の中ではもうかななりもう、えー、結構定番になってきてきいます、まあ、今まで受講、えー、されていなかった方それからまあ受けたことがあって、ね、やはりぜひ再受講していいたただきたいですこちらの講座を使って是非皆さんの記述、えー、のレベルアップを図って、えー、そうすれば本試験にも自信を持って臨めるは,る、えー、はずだからね。 はい。こちらの講座を通じて、しっかり力をつけて、本番、記述、ね、自信を持って臨めるようにしましょう。はい。では、えー、ぜひ、えー、多くの皆さんの受講をお待ちしております。じゃあ、こちら記述をね、頑張っていきましょう。では、えー、こちらの講座の、えー、ご紹介ね、今回は以上となります。えー、ご視聴ありがとうございました。